前が先手だ。対局開始。はい、本日も自分の対局を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。先手番となりました。今回はこちらの先手四間飛車に対し、相手の方は対抗形で銀冠穴熊に組んできます。その銀冠穴熊に対し、こちらの攻め方は少し変わった形で指していきたいと思います。相手の方は早めに3三角と上がりました。この後相手の方は穴熊もしくは左身の囲いに組むかと思われます。こちらはとりあえず穴熊などを警戒しながら身の囲いに組んでいきたいと思います。身の囲い。相手の方は3二金と左身の囲いにしてきました。この後相手の方は銀冠穴熊に組んできます。銀冠穴熊に対し、こちらも囲いを組み合っていると勝てそうにないので、ここは攻めの形を作っていきます。まずは2六歩。銀冠穴熊に対してはこちらの囲いは最小限にし、そして2筋からの攻めをしていきたいと思います。今回は4八玉としていきます。そして5八金、囲いはこれで終了です。今回の囲いは硬さよりもひどさを優先していきたいと思います。そして5六歩はこちらの玉の移動範囲をひどれるのと攻めをする2つの狙いがあります。とても重要な一手です。そして飛車を6九飛車とし、飛車を2筋に転換して2筋から攻めていきたいと思います。その後4五歩と突いておきます。そして6八角とし、こちらの角が2四の地点に狙いを定めます。相手の方は銀冠穴熊が完成しました。こちらも2五歩と回旋の歩突きをします。2五歩に対し同歩と取られ、それに対しこちらは桂馬を跳ねて相手の方の3三角を狙っていきます。相手の方の2四角に対しては同角とし、角交換をしていきます。角交換などは1六歩と突き、端攻めをしていきたいと思います。同歩と取られたら1三歩を打つ予定です。ここで相手の方は2五桂馬を銀で取ってきました。こちらは同飛車と取ります。銀桂交換となり、そして銀冠の上部が少し弱くなってきました。それに対しこちらは2四歩と打ち、拠点を作っていきます。こちらは2四歩の拠点を生かし2三銀とし、上部から攻めていきます。ここでは相手の方の金を取ることができ、そして駒得をし、こちらも飛車を竜になったことにより優勢になったかと思います。そしてこちらの囲いはまだ残っておりますが、こちらの玉の小瓶、それに対して相手の方の角打ちだけは気をつけなければいけません。1五角は気をつけています。相手の方の2四歩に対し同歩と取りますと1五角の筋があり、王手竜取りとなります。
そしてこちらは7一角と打ち、相手の方の飛車を取るつもりですが、実は5三角成を狙っています。5三角成の前に一度1七と金を香車で取っておきます。相手の方が1六桂馬と打ったことにより、こちらは5三馬で1七香車を取ることができました。ここで相手の方の投了となり、対局が終了しました。対局ありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。